さあ注目してください。北京オリンピックゴールドメダリストハー・クエイシン、中国。瞬きする暇もないぐらいの大技の数々ご覧ください。世界最高峰の技が展開されます、はい、最初から目が離せません、はい、これ片手軸1回ひねりから片手軸の1回ひねり、イエーガー半分ひねってすぐまた開脚イエーガー、まさに息を呑む離れ技、はい、解説も間に合わないぐらい大技が続きました。大阪で前方シャリに1回ひねりから新進イエーガー、さらに各宙返り、ここも連続技で計 1.7 が今のところでもらえますね。かなり難しい技を連続で決めています、はい、まだ続きます。そこからさらに片手軸の1回半ひねり E 難度、姿勢も綺麗ですね。そして折りにつなげてミニサルト折り、着地はわずかに前に出ましたが、北京オリンピックゴールドメダリスト中国ハー・クエイシン、得点なんと16点オーバーの 16.250、 やはり高い得点、はい、本当素晴らしい演技だったと思います。世界最高峰の技、